一番の違いは、これはプライドですね。銀座人と呼ばれる、銀座を利用している全ての人はプライドを持っていると確信してますね。みんなが作ったんでしょうね。色気ありませんけど時価が高いじゃないですか。そういうところで過ごせる、通える、大事にしてもらっている、っていうところの自分は銀座人だっていうプライド。たくさんは私も遊びに行ったことがないんですけど、すすきのだったり新地だったりする繁華街、各地の遊びに連れてってもらったりすると、やっぱり銀座っていうものはさすが銀座っていう言われ方をするんですよね。で、私が出向いた時に銀座の話とかになると、やっぱり銀座は違うよねとか、銀座は行ってみたいなっていう言葉を聞きます。そういったところで感じただけです。他とは違う。クラブのシステムとすると永久指名制度、もちろんそんなに嫌だったりとかね、例外はあるとは思いますけど、基本的にはそうです。永久指名制度です。あまりそんな嫌だって言って大暴れしたりとか騒ぎ出すような方は、やっぱり銀座だからって言葉を、便利な言葉だと思うんですけど、いらっしゃらないので、銀座だからって言葉に反応して皆さん品欲されるので、嫌だったらそのお店に行かない。どうしてもお気に入りの女の子がいると、その子を他のお店に移動させちゃうとかってことは昔からありますよね、多分ね。初めてですか？初めての人、ボトルを最初入れていただくので、まあ10万円ぐらいですかね。入れませんね。もちろんたまに、いらっしゃいますけれど、たまにフラッと入ってこられる方とか、どうやって探したんだろうとかって思っちゃいますけどね。路面店ではないので、ですけど、そういった時にはお断り。どうするか。最初は、ボトルさえ入っていれば半分以下くらいですね。